届かねえよ、あんな位置の回し。死ねえ。マジで誰か。こっち狙おう。あ、攻撃できなくなるんだ。もうマジやめて、本当に。おお、こいつをこいつ蘇らせてくるぞ多分。死者を蘇らせるな。本当マーシーさ、死者を蘇らせるなよ。レスティンピースって言葉知ってるか。安らかに眠ってるやつを叩き起こして戦場に戻すなんてもってのほかだぜマジで。あいつ天使とか言ってるけど悪魔だろやってること。オロチマルとかとやってること変わんないよ。あいつなんか天使感出してるけどネクロマンサーでしかないからなやってること。激突した。パチ早っ。いやーもみじもみじなんか電信柱にぶつかったみたいな。ちょっとこれ後ろめでいくかもう帰っちゃった。あち頼む。クソ、それでサーバー切ってほしい。あちちょっとラインが分かんないな。痛すぎ。押したしな。ピアス開いた。あち俺のハンドガンモードなめんね。ドラーモーキデラに殺されたよ。弁護士。あちなんか抜けたぞ。こっちのチームの名前じゃない気がする。メイノじゃない。お、これ後ろ E でめっちゃ逃げれる。あれ？パチ。あ、耳に銃口入れられたんだけど。こいつ足。うわ、ま、ちょ、今見た。見たみんな。4対5で足音消して殺しに来たぜ俺のこと。俺恥ずかしいよマジで。何がソルジャーだよマジで。お前はソルジャーなんかじゃない。パチ。相手ウルトないよ。バブルが一瞬でなくなる剣について。あはー頑張って。いいよ、タンク割れてるから冷静にペイローに張り付こう。ナイスジナッタ。お前のペイローの意識はでかい。お前のペイロードに座る意識はマジででかい。勲章者だぞお前マジで。鉛筆あげる。待って待って。オーマイガー、オーマイガー。ボブ来た、ボブナイス。ほれワンピックめっちゃ取っててくれてたな。敵チーム、敵チームの見ないエコヒーキやった。うわ楽。これとっととプラチナに上がったの見れるのいいね。うわジャンカークイーン、ジャンカークイーンマジで難しいからな。いやマジでジャンカークイーンになる。私ジャンカークイーンになるわ。かわいい、かわいい。ゲンジこのキャラ強すぎ。寝ない寝ない寝ない。このキャラごめん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 。血まなこになっちまった今。なんか向こうタンクトイレ行ってた。お尻拭いてきた。ちゃんと手洗ってきたけどお尻拭いてないだろ。
大丈夫？この歯返し、死ぬ。真似すんなよお前、俺の技。このキャラ強すぎ。当たり判定、近接の当たり判定が、つか味方もなんかやってんなこれ。絶対許すな。びっくりしたね、ちょっとびっくりしたね。ここやだ、寝たくない寝たくない。これは通る。ちょっと待って、今ちょっと待って、やべ、マウス感度足りなくて、マジで部屋の角まで行ってる。俺のマウス部屋の角まで行ってる今。これ押しちゃおうぜ、ペイロードロボット。マジ振り向き 54m だから、プラットフォームに早く乗るんだみんな。あ、ここ死ぬ、このプラットフォーム死ぬだけ。後ろに回り込んでサロンパス、はい、前前前に来ちゃった、避ける。あ、待って、やだやだやだ、来た。全然ナイフ俺もう捨てて次のやつ注文しようとしてたわ今。ウルト使いたいんですけど。おやすみ。ウルト使いたいんですけどいいっすかね。ここ。ちょっと待って、振り向きマジで足りないんだけど。このウルト使った後。いいね。やだ、寝たくない、危ない、眠れない夜も目覚まして、眠くないまだね。最高だぜ、高みの見物はこのことだ。ペイロから離れられないね、お前は。ゴリラの挙動がおかしくなってる。無理。ごめん、起こしちゃった、衝動的に起こしちゃった。こいつ HP 無限だな。これ俺の頭の上に乗ったな今。もう一回、お前ずるいぞ。キルスティーラー山本。そのナイフ粉塵爆発って知ってるか。衝動的に使う、まず振り向きが足りなすぎる。あーでも俺のウルトは無駄にならなかったというわけか。似合わない、なんて楽しいキャラなんだ。苦手意識があったけど、あ、強い、本物のキャスディだ。なんか透明のやつに当たった。こっち、うわー、プライマルレイジー、いけんのかこれ俺ら。ちょ、チルチルチル、うわー、これで死ぬの俺。
かあ、もう最高で、ライフウィーバー本当に不安要素とか言ってごめん、マジで。ちょっとヒーラーとキャスディがちょっと怖いかな、俺の中で不安要素かな。お前がいなかったら本当にずっと前からお前のことが好きだった、ずっと前からお前のことが好きだった。後ろ押さえてる、これやろうぜ。眠りたくない、眠りたくない、眠りたくない。マジか。よし、みんなで行こう、みんなで行けば怖くない。赤信号みんなで渡れば怖くない。俺は渡らないけど、エディションだねこれ。うわ、相手一番寝ちゃいけないって。一番寝ちゃいけない時に寝た。まあもういい、いいんじゃない勝ちで。これね、変にプライドを持たずにね、キャラ変えた方がいい。でも体は正直なのよね。よし、みんな行くぞ。最後ザリア売ると思ってるから、ちょっと一緒にやってあげた。絶対ウルトじゃん。あー、もうウル、もう最高。それで裏潰してんの、あれ。でもほんとキャスディが救った、これ。キャスディがいなかったらやばかった。